受けてくれたんです。そうです、ね。地元北九州で。だけどね、あの北九州はあのよく聞いてくれるもんね。俺たちサンハウスシナロ系はもう毎年何回目かにね、あの北九州若松高遠山20回。そうなんよね。20年前にあそこの音楽堂でやりたいねって言ってみんながそれがもうすぐ。あの実現したんよね。2回ぐらいご一緒させてもらった。うん、一人を。シナおる時も1回したもんね。はい、あの時も最後アンコールかなんかで、ね、一緒のステージに立たせてもらったことがあるんですよ。うん、最後の曲で、あれなんだっけ、サティスファクションとか。スカジャにビッグとか。そうです。鮎川さん後ろで。あ、そうやった。ギター聴きよった？いやいや、もう鮎川さん。聞かんで。もう弾いてるの後ろから見てました。あの時もアンプとかアンプの前にいました、ね。うん。あのアンプもう40年ぐらい働きよってね。そうですね。うん、すごいね。音がかっこいい、その憧れの音ですね。本当やね。ものすごいんよ。あの時た。多分だったんですよ。全部10にしてのセッティングマンだね。うんうん、あの10はね、もう録音始める時の基本なんよ。俺が18、17ぐらい、18か19もなっとったかね。本読んでジェフ・ベックの俺アンプは公言するとかさ、デビッド・ギルマーもこうするとか、マイク・ブルームフィールドはベースは0にしてトレブルだけ10にするとか、こうインタビューでね読んで、あのもうその通りもう言い伝えじゃない、ことづて